皆さん、こんにちは。ブロガーの草子です。2021年12月6日の地震情報ですけれども、伊豆大島近海でめちゃめちゃ地震が起きております。ちょっと前まではですね、トカラ列島近海がめちゃめちゃ地震が起きていたんですけれども、こちら、やや収まりつつあるんですけれども、今度は伊豆大島がめちゃめちゃ増えてますということで解説していきたいと思います。これ直近の地震の発生状況ですけれども、伊豆大島近海がずらーっと並んでおります。福島県沖が1個間に2回ですね、福島県沖2回挟んでます。トカラ列島近海も2回挟んでますけれども、7時半以降はほぼ伊豆大島近海地震で埋められていて、9時台なんかはもう1分に1回ぐらい起きているというちょっと異常な状況になっております。伊豆大島近海ですけれども、12月のですね、4日から増えてます。トカラ列島がすごい起きてるぞって言ってる時から、実は伊豆大島近海ちょこちょこと起きていて、12月5日朝連続して起きた後ちょっと収まったかなと思ったら、12月の6日からまた再び、連発しているということになっております。で、2004年以降のですね、伊豆大島近海の震度順に並べたもの、大きい順に並べたものですけれども、2020年に震度5弱、それから2014年に震度5弱とありまして、この2つちょっと解説していきたいと思います。で、2014年のものなんですけれども、こちらはですね、震度5弱なんですけれども、なんとマグニチュード6.2、しかも揺れてるのが伊豆大島近海震源にもかかわらず、5は東京の千代田区だったと。ただこちらはですね、深さが160キロの地震ですので、今回の地震とは違います。今回はですね、ごく浅い、もしくは10キロ地点で起きているので、こちらの方が当てはまるんじゃないかなと。2020年の12月18日に伊豆大島近海で震度5弱起きておりますけれども、先ほどのと比べてですね、深さが違うので、先ほどのは深さ160キロなので、遠くまで揺れてる感じですけれども、こちらはごく浅いので、本当にそのピンポイントで、離島だけが揺れているという感じになっております。今回の伊豆大島近海の地震が連発しているのもごく浅い、もしくは10キロぐらいのところですので、仮に大きな地震が起きたとしても、離島のところで大きな地震で済むのかなという感じではありますけれども、とはいえやっぱりちょっと嫌な感じの地震ですよね。で、やっぱり何が怖いかって、やっぱり火山噴火なんですよね。12月4日にはインドネシアでジャワ島で大きな火山噴火が起きておりまして、日本でもね、火山噴火によって、石がいろんなところに到着してるみたいな問題もありますけれども、世界的に火山噴火が増えていて、伊豆大島近海、あの辺りでまた地震がっていうのは、何か火山との関係があると嫌だなと。そうするとね、直接は関係ないのかもしれませんけれども、やっぱり気になるのが富士山噴火みたいな話になってくるということで、阿蘇山もね、結構大きな噴煙を一度バッと上げたこともありますし、日本の火山噴火が起きるとちょっと怖いよなというところではあります。ということで、伊豆大島近海がめちゃくちゃ地震が多発しておりますということですけれども、ちょっとやっぱり気になるのはですね、東北沖、北海道東北沖ですね。福島県沖で今日2回ありましたけれども、昨日だったかな、青森、東北沖でもありましたし、東北沖、北海道東北沖はいずれにせよちょっと多いというか、大きな地震が多いところなので、伊豆大島近海に限らずですね、この前は富士五湖で震度5が起きたり、紀伊水道で震度5が起きたりしてますので、あと熊本もちょっとですね、昨日だったかな、ちょこっと起きたんですよね、震度1が2回ぐらいだったかな。いずれにせよ、どこで地震が起きてもおかしくはない状況、電気やガス、水道が止まってもですね、備えをしっかりしておくように、備蓄は多めにしていただきたいなと思います。